仰向けになりましょう。床との接触を感じ取ってください。四つん這いになりましょう。つま先を立てておいてください。四つん這いになるのは結構久しぶりだと辛いんで、楽な手、足の位置を探してみましょう。そしたらゆっくりと、左の膝を床から少し持ち上げて下ろしてください。その時に、やめましょう。もう一回同じ動きです。左膝を床から持ち上げて下ろします。その時にどちらの方向に体重がかかるでしょう。体重は、残りの、両手、から右膝などにかけることができますから、順番に自由にコントロールできるはずです。またやってみましょう。どこに今体重をかけてますかね。右の膝ですかね。休みましょう。また四つん這いに戻って、今度は右の膝を持ち上げてみましょう。で、自然に右の膝を持ち上げるとどこに体重がかかるか、個々人違いますんで、自分で感じ取ってみてください。今度は、意図的に、残りの両手と、左膝に体重をかけるように動かしてみましょう。休み休みやってください。今は左膝に向けて体重を移動している様子ですね。今度は右膝を持ち上げて、ただし、背骨を伸展させるようにして、あまり体重移動がないように左の膝を持ち上げて下ろします。したがって骨盤が、後ろの方、天井に向けて、動いていくのがわかると思います。今度は、右の膝を持ち上げて下ろします。同じように背骨が伸展するような動きです。したがって右のお尻がまっすぐ天井に向けて動くような感覚ですね。背骨は単に伸展するだけじゃなく、右へ回転していると思います。ねじれているはずです。休みましょう。今度は右の膝を持ち上げて下ろして、左の膝を持ち上げて下ろして、何回か繰り返してみましょう。左右交互に膝を持ち上げたら、今度は右の膝を持ち上げて、左の膝を持ち上げて、左の膝を下げて、右の膝を下げます。左の膝を持ち上げて、右の膝を持ち上げて、右の膝を下ろして、左の膝を下ろす。これの繰り返しです。休みましょう。また四つん這いに戻って、今度は右の膝から持ち上げて、左の膝を持ち上げ、左の膝を下げて、右の膝を下ろします。右の膝を持ち上げて、左の膝を持ち上げて、左の膝を下ろして、右の膝を下ろします。これの繰り返しです。何回かやってみましょう。呼吸はどうですか？呼吸止めていませんか？休みましょう。また四つん這いに戻って、今度は左右交互にやってみましょう。ですから、最初は、1回目は左膝を持ち上げて、右膝を持ち上げて、右膝を下ろして、左膝を下ろす。で、それの交互に繰り返してみましょう。休みましょう。今度は両膝を同時に持ち上げてみましょう。で、下ろしましょう。背骨の動きに注意を払ってください。骨盤の動きも注意を払います。両方の左右の骨盤が、まっすぐ天井に向かうような感覚です。背骨は伸展していますか？休みましょう。また四つん這いに戻って、左の膝を持ち上げてみましょう。どうでしょう？最初に比べて軽く持ち上げるような感覚がありますか？右の膝はどうでしょう？両膝は同時に持ち上げても軽く感じますかね？まあ、いろいろやってみてください。十分でしょう。仰向けになって休みましょう。